皆さんこんにちは。今回はビデオコパイロット社から無償で提供されているフリープラグインの VC カラーバイブランスを紹介します。このエフェクトを一言で言えば、グレースケールの素材に鮮やかな色を着色できるエフェクトです。特にパーティキュラーで作成した白黒の素材に自然で綺麗に色をつけることができます。なので VFX 制作の現場などでは当たり前に使われているプラグインなので、使い方を覚えておきましょう。使い方はとても簡単です。このようなスモークエフェクトのストックビデオを用意しました。この映像は背景が透明の映像素材です。VC カラーバイブランスはこのようなグレースケールの素材に色をつけたいときに使用します。ではエフェクトのビデオコパイロットから VC カラーバイブランスを適用します。適用すると早速綺麗な色で着色できています。標準エフェクトの色かぶり補正で着色したものと比較してみましょう。VC カラーバイブランスではより自然でダイナミックな色付けが可能です。ではパラメーターを順番に解説していきます。一番上のカラーでは着色する色を指定します。初期状態では黄緑色に設定されています。ここで色を変更すれば好きな色に変更できます。次のバイブランスの項目は色の鮮やかさ、つまり彩度を調整します。デフォルトの 1.0 がより自然な彩度で、数値を下げていくと彩度が失われていきます。0でグレースケールにすることができます。上限は最大で 2.0 まで数値を上げることができます。数値を初期状態に戻します。次のプリザーブルミナンスは輝度の保持に関する数値です。デフォルトの 1.0 は元の明るさを保ちつつ着色できる設定です。つまりどんな色を指定しても明るさが変化せず安定して着色できます。逆にこの数値を0にすると指定した色の輝度がそのまま適用されるため、色によって明るくなったり暗くなったりする現象が発生します。次のブライトネスは明るさを調整します。画像全体を均等に明るさの調整をするので白飛びしやすくなります。その下のガンマは中間調の明るさを調整します。主に中間トーンに影響を与えるので、ハイライトとシャドウ部分を強調せずに明るさを調整できます。その下のフィルエンプティ BG のチェックを入れると黒背景を敷いて空の背景を埋めてくれます。その下のインバートのチェックは映像を反転した上で着色してくれます。次のマットアルファはこのエフェクトの優秀な機能で、たとえ黒背景の素材であってもアルファチャンネルを取得してくれます。要するに映像の黒要素をきれいに取り除いてくれます。今回使用している素材はもともとアルファチャンネルで抜かれた素材です。フィルエンプティ BG のチェックを外した上でマットアルファをオンオフ切り替えてみましょう。このようにマットアルファをオンにすれば黒要素がきれいに抜かれていることがわかります。通常黒背景のエフェクト素材は実写と合成するときにスクリーンや加算で合成しますが、スクリーンで重ねた場合色が失われすぎることがあります。このマットアルファを使用することで通常で合成してもきれいに黒要素だけを抜いてくれるため、違和感なく合成することができます。これは非常に使う機会が多いプラグインのアンマルチの機能と同じです。アンマルチが無料プラグインではなくなった今、 VC カラーバイブランスがその代わりを果たすエフェクトになります。マットアルファをオンリーに変更するとアルファチャンネル自体を表示することができます。では再びマットアルファをオンにして黒を抜いた状態でその下のアルファブーストを操作してみましょう。アルファブーストは透明部分の強度を調整できます。エフェクトをよりはっきりと見せたい場合に使いましょう。 AE をもっと使いこなしたい、クリエイター同士で交流したい、そんなあなたにぴったりのオンラインコミュニティ、クリエイターズスペース。ここでは学べる、つながる、挑戦できる。動画コンテンツでスキルアップ、チャット欄で他のクリエイターと交流、課題チャレンジでは情報よりも体験、共通の課題を通して実際に手を動かしてみんなでスキルを磨くことができます。希望者には私も全力でサポートします。あなたのアフターエフェクツライフを次のステージへ、今すぐ概要欄をチェック。 VC カラーバイブランスと相性がいいエフェクトとしてパーティキュラーがありますが、パーティクルに色をつけるときにどのように便利に使えるかやってみましょう。新規でコンポジションを作成します。平面を作成し名前を PT に変更します。ここにエフェクトのパーティキュラーを適用します。まずパラメーターを調整していきます。
パーティクルの数を1万に変更します。エミッターの向きを方向に変更して X 回転に90と入力します。位置の Y 座標を1080にします。速度を1000にして環境の中の空気の乱れを展開し位置に影響を150にします。乱れコントロールの中の複雑さを1にします。再生します。パーティクルの不透明度を 10% に変更します。ではこのパーティクルに色をつけていきましょう。まずトーンカーブを適用します。チャンネルを赤に変更して赤チャンネルを引き上げます。しかしパーティクルの色が変わりません。これはパーティクルの色が真っ白に設定されているので赤チャンネルの値を上げてももうすでに上がりきっているからです。RGB 値を低くするためにパーティクルの色をグレーに暗くします。すると狙い通りパーティクルに色がつきました。それでは緑チャンネルのグラフも引き上げてみましょう。緑チャンネルのグラフは S 字カーブにします。次に青チャンネルのグラフを引き下げてパーティクルの色をオレンジ色に変更します。チャンネルを RGB に変更してグラフを S 字カーブにします。コントラストを強めます。これがパーティキュラーにトーンカーブで色をつけた場合です。単調な色味で地味な印象を受けます。ではこのレイヤーを複製して古い方は非表示にして残しておきます。複製した新しい方のレイヤーはトーンカーブを削除します。その代わりに VC カラーバイブランスを適用して色をつけてみましょう。まずカラーをオレンジに指定します。トーンカーブよりも直接色を指定できます。これが一つのポイントですね。とても簡単です。次にブライトネスを 2.0 にしてガンマを 1.25 にします。この2つのパラメーターで明るさの調整をします。フィルエンプティ BG をオンにして背景を黒にします。どうでしょうか。こちらの方が色数が多くて綺麗な色がつけられています。先ほどのトーンカーブで調整したものと比べてみましょう。トーンカーブで調整した方は単色でメリハリがない印象です。VC カラーバイブランスで色をつけた方は芯の部分は黄色っぽくなっていてハイライトとして明るくなり暗い部分は茶色っぽくなっています。明らかに色数が違います。それでは VC カラーバイブランスをリセットします。その上でバイブランスを0にして彩度をなくします。フィルエンプティ BG をオンにします。そしてエフェクトをオンオフしてみましょう。何も変化がないです。つまりバイブランスを0にした今の状態はパーティキュラーでできたものと全く同じ見た目になっています。では見た目は同じですがこのパーティクルを数値的に見てみましょう。 VC カラーバイブランスを適用した方は RGB 数値を情報パネルで見るとハイライト部分は明るくシャドウ部分は暗い数値になっています。しっかりとグラデーションになっているということです。では VC カラーバイブランスをオフにしてパーティクルを見てみましょう。先ほども見た通りこちらはパーティクルの色が単色になっています。ハイライトに見える部分も 50% グレーになっていますしシャドウ部分も 50% グレーになっています。指定したパーティクルの色で RGB の値は同じ値になっています。これではトーンカーブで色をつけようと思っても色が単調になってしまうのは当然です。エフェクトをオンにします。これが初心者がパーティクルに色をつけるときにつまずきやすいポイントです。 VC カラーバイブランスを適用した状態では見た目の明度通りのグラデーション豊かな粒子に変換されているのです。ではこのままトーンカーブで色をつけていきましょう。エフェクトからトーンカーブを適用します。先ほどと同じように調整していきます。赤チャンネルを引き上げます。緑チャンネルのグラフは S 字カーブにします。次に青チャンネルのグラフを引き下げてパーティクルの色をオレンジ色に変更します。チャンネルを RGB に変更してグラフを S 字カーブにします。コントラストを強めます。再生します。先ほどパーティクルを直接トーンカーブで調整した時とは違います。同じトーンカーブですが VC カラーバイブランスを挟むだけで色数を生かした美しい色をつけることができています。プリコンポーズする必要なくこのように簡単に綺麗な色をつけられるのが VC カラーバイブランスの最大のメリットです。
パーティクルエフェクトを扱うときに、この色数はとても重要な要素になります。この芯の部分のハイライトがとても大事になるので、階調が潰れないように作成することが重要です。いかがだったでしょうか。今回はフリープラグインの VC カラーバイブランスの解説をしてきました。ビデオコパイロット社のホームページから無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。